スタジオ黒猫さんチームスターメロディ夢見ドリーマあら？ローズ負けちゃったの？ふっ、まさか連中にあれほどの力があったとは。さすがに想定外であった。キャハハ、ローズが弱っちかっただけなんじゃない？もういい、グリドール。何？ベルったらローズが消えちゃって悲しいの？当然のことを口にする。悲しむなどという感情は持ち合わせていない。だがエンビローズを失ったことで戦力が低下したのは事実だ。そう？ローズなんかいなくても私のビッグゴーレムちゃんがいれば問題ないでしょ。そもそもあの連中にとどめを刺そうとしたとき、そのゴーレムが暴走して取り逃がしたのではないか。それはそうだけどさ。なんかいともたやすく浄化されてしまうほどドリーマーどもは確実に力をつけてきている。手持ちのモナステラにも限りが。今は眷属を増やすよりも我らの力で先に奴らを片付けてしまった方が得策。グリドール、ビッグゴーレムの再調整は完璧に終わっているのだろうな。当たり前でしょ。そもそもビッグゴーレムちゃんが暴走したのはあの時だけだし。帰ってきて確認してみたけど、私の思うがままに動かせたんだから、玉乗りでも日の輪くぐりでも何でもござれ。ほーら、いでよ、ビッグゴーレムちゃん。あれ？どうした？反応がない！ビッグゴーレムちゃん、勝手にどっか行っちゃった！なんだと？まったく頼りにならんではないか。貴様に期待するのはやめるとしよう。なんですって！？くそ、よくも私に恥をかかせてくれたわね。どこに行ったのよ、ビッグゴーレムちゃん。探し出してきついお仕置きしてやるんだから。いでよ、ゴーレムちゃんたち。ゴーレムちゃんを探しに行きなさい。見つけたらすぐに教えるのよ。あら、そうですか。さあ、歩さん、こちらへ。
神尾先輩もああ言ってますし、私たちだけで遊びましょう。でもささあ、歩さん。神尾くん、あまり風張さんを困らせちゃうのはどうかなと私は思うんだけど、だいたい貴重品は全部民宿に置いてきたから盗まれるようなものはないでしょ。かなとくん、今日は思いっきり遊ぶって決めたよね。足が進んでないよ。ねえコメット、最近のカナタっていつもこんな感じだよね。仕方ないのです。ミカド先輩があんなことになっちゃったんだから、元気なんて出ないか。でも、いつまでも元気がないのはあまり良くないのです。健全な体は健全な心から。このままでは次のムマとの戦いで何か影響が出るかもしれないのです。そんなの困るよ。わかっています。なので早急に手を打つ必要があるのです。最近はなぜかムマもおとなしいですし、今はカナト様の元気を取り戻すことに専念すべきかもしれないのです。でもさ、どうすればいいのかな。それは正直私にはわかりません。アユム様だったらどんなことをすれば元気が出ますか。え、僕？そうだな、美味しいものを食べたり、思いっきり運動したり、あとはお泊まり会とかパジャマパーティーとか。なるほど、適切な食事、運動、そして宿泊。そういえば歩様が前におっしゃっていた合宿というものなのですが。それだ、合宿なら全部できるじゃん。歩夢ちゃん、急に大声を出してどうしたの。え、あはは、僕いいことを思いついちゃったんだけど。いいこと？うん、僕たちに必要なもの、それはズバリ合宿なんだよ。もうすぐ夏休みだし、海で。海なら泳いで体も鍛えられるし、一緒に遊べば一致団結できるじゃん。合宿？ほら、この前のすずねちゃん歓迎パーティーだってすっごく盛り上がったでしょ。すずねちゃんとメテオちゃんだっていつの間にかすごく仲良くなってたし。そっか、そうかもね。だよねだよね。カナドはどうかな。
くんですか？天気がいいから日向ぼっこしようと思ってきたの。そしたら神尾くんたちが楽しそうに話しているのが聞こえてきたからつい。ひょっとしてお邪魔だったかな？うん、もちろん。そう？ならよかった。ところで今みんなで海に行くって話してた？うん、してたよ。海で合宿したいねって。合宿ということは泊まり？もう宿は決まってたりする？一泊はしたいと思うけど、まだどこに泊まるとかそういうのは全然。あ、それならちょうどいい話があるんだけど。実はね、私の親戚に海のすぐ近くで民宿をやっている人がいるの。でも半年くらい前から病気療養中で民宿はお休みしてて。でも建物って長い間使わないでいると傷んじゃうって言うでしょ。今までも時々掃除を手伝いに行っていたんだけど、今年はそういうわけで私一人で全部やらなくちゃいけなくて。あ、ひょっとして。うん、宿泊代の代わりに誰か手伝ってくれる人がいないかなって。はーい、はいはい、行きたいです。あ、詳細は詰めなきゃだよね。お部屋は好きに選べるの？お掃除ってどれくらい大変？みんなでやれば1日で終わるくらいかな。夜はどの部屋でも好きに使ってもらって構わないよ。え、本当に？うん、さすがにバイト代は出せないけど食事はサービスするよ。行く行く、絶対行く。ただで泊まれるなんて最高じゃん。もちろんカナダも一緒に行くよね。神尾くんは私と海に行くのは嫌？実は私最近新しい水着を買ったんだ。学校じゃ着られないようなとっても大胆なやつ。かなとくん、鼻の下が伸びてるよ。それでかなとくんの元気が出るなら。それに私だって新しい水着を買って、それでかなとくんに見てもらっちゃったり。行く、かなとくんとみんなで一緒に行く。後で夏休み中の予定を教えてね。みんなで旅行するの楽しみだな。神尾くん、気になってるのは帝くんのこと？ちょっと強引だったかなって自分でも思ってるけど、でもやっぱり神尾くんも行った方がいいと思うよ。だってほら、お魚とか美味しいんだろうな。ねえねえ、歩ちゃん、新しい水着とか買ったりする？あ、僕は部活のでいいかなって思ってたんだけど。ダメだよ、せっかくだから。やっぱり新しいのとか。あ、それなら一緒に見に行く？
あれ?みんな神尾くんのこと心配してるって言おうと思ったんだけど。よかった。やっぱり男手があるといろいろと助かるから。新しい水着を買った甲斐があったかな。冗談。それじゃあみんなの都合のいい日を教えてね。もちろん、お掃除を手伝ってもらう約束だもの。こんな素敵なところに泊まれるなら、掃除くらいいくらでも手伝うよ。ありがとう。あら、神尾先輩は私がいては迷惑なのですか？まあそう思われていたとしても私には関係ありませんけど、歩さんに誘っていただいて辻浦先輩にも許可をいただいたのですから。あ、そうかな。今度ゆねみちゃんたちと海に行くって言ったら月菜にじっと見られてさ。うん、僕が誘ったんだよ。誘っていただけて光栄ですわ。私としてはたくさん来てくれた方が楽しいし楽になるからね。そうだね、大勢の方が楽しいし。だからかなとくんも一緒に楽しんでくれると嬉しいな。それじゃあ荷物を置いたら水着に着替えて海に行きましょう。え、お掃除はいいの？そんなの遊び終わった後余った時間でやればいいの。せっかく海に来たんだから遊ぶことの方が大事でしょ。さすが辻浦先輩、話がわかるね。
オ先輩、あまりジロジロとこちらを見ないでくださいね。辻浦さんはちょっと用事を済ませてから来るみたい。先に泳いでてって言ってたよ。というわけで、まずは準備運動かな。うわぁ、海すっごく広い。これ全部海なの？もしかしてスズネちゃん、海に来るのって初めて？うん。お塩の匂い、水が行ったり来たりしてる。そうだよ、海ってすごいよね。何回来てても楽しいものは楽しいの。一緒に泳ごうよ。スズメ、泳ぐの苦手。じゃあ僕が教えてあげるよ。水泳部だから教えるのは大得意だし。でも海で泳ぐのは危ないから、スズメちゃんのレッスン中、カナタには近くでサポートを。アユムさん、サポートは私がやりますので。レッスンは神尾先輩の目が届かないところで行いましょう。え？なんでカナトから離れる必要があるの？いいから行きましょう。え、ちょっと好きな。スズネさんも行きましょう。それじゃあ、かなとお兄ちゃん、夢見お姉ちゃん、あとでね。練習頑張ってね。なんかあっという間に二人きりになっちゃったね。出てきて大丈夫だよ。やっと出られたのだ。まったく窮屈で大変だったのだ。それは嫌なのだ。メテオ様、ただの冗談です。それにメテオ様はずっとお昼寝をされていたので、あまり大変ではなかったかと。これが海なのだ。すごい景色なのです。入ってみてもいいのだ。え？ぬいぐるみって海水につけても大丈夫だったっけ？お待たせ。コメットちゃん、メテオちゃん、早く隠れて。ああ、私としたことが油断したのです。ん？二人ともどうしたの？そんなに慌てて。それより辻浦さん、その水着すごく大胆だね。あ、やっぱりかなり攻めてみたんだけど、おかしくないかな。おかしくはないと思うよ。ねえ、カナト君。
神尾くんの珍しい表情が見られただけでも、この水着を着た甲斐があったかな。うん、とってもご利益があるものだから、海で泳ぐときも事故に遭ったりしないように肌に離さずつけてるんだ。カナト君、辻浦さんの胸元がそんなに気になる？ところで、風張さんたちはどこに行ったのかな？歩夢ちゃんと月菜ちゃんはちょっと離れたところでスズメちゃんに泳ぎ方を教えてくれてるの。そうなの？それじゃあ、私たちも泳ぎましょうか。うん。お疲れ様。今日はここまでにして、そろそろご飯にしましょう。やったー、たくさん働いたからお腹ペコペコだよ。どんなご飯かな、楽しみ。晩ご飯はカレーだよ。私と辻浦さんで作ったの。たくさんあるからどんどん食べてね。お肉でしたら、あやむさん、私のお肉を差し上げますわ。え、本当？はい、私はお野菜の方が好きなので。はい、あやむさん。あーん、好きな、さすがに食べさせてもらうのは恥ずかしいよ。お肉はいらないのですか？いる。それでは、あーん。あーん。あー、美味しい。私のお肉に食いつく歩さん、とっても可愛いですわ。なんか好きな、変な趣味に目覚めそうになってない？そんなことはありませんわ。さあ、もっと食べてください。まあ、美味しいからいいか。私が食べてあげるね。ほんと？うん、苦手なものは仕方ないもの。ありがとう、お姉ちゃん。なんだか神尾くん、孫たちを眺めるおじいちゃんみたいな顔になってるわよ。考えてたんだね。ここのお風呂は一つしかなくて、時間で男女が入れ替わりで入るようになってるの。まあ、他にお客さんがいるわけじゃないから、別に決まり通りにする必要もないんだけど、女の子は時間がかかるし、神尾くん、お先にどうぞ。
し、そろそろ行こっか、ゆめみちゃん。え、行くってどこに？もちろん、お風呂だよ。お風呂？でもまだかなとくんは入ってるよ。だから行くんだよ。早くしないとかなとがお風呂から上がっちゃうよ。え？ちょっと歩さん、何を言い出すのですか？かなとをドッキリさせてあげようと思って。あ、もちろん水着でだよ。かなと、帝先輩があんなことになってすごく落ち込んでるよね。うん。だからここは一つ僕たちで背中を流してあげちゃおうかなってね。名付けて、カナトに元気になってもらおう大作戦だよ。背中を流してあげたらカナトお兄ちゃん元気になる？もちろん。じゃあ、スズネも行く。いいね、スズネちゃん。というわけで、ゆめみちゃん、レッツゴーだよ。恥ずかしいよ。いいから、いいから。ちょっと、あゆむちゃん、引っ張らないで。あらあら、一緒にお風呂に入るだなんて、幼馴染ってすごいのね。歩さん、まだ話は終わっていませんわ。あ、そうだ、それなら後で月菜の背中も流してあげる。え、歩さんが？というわけで、いい？月菜。仕方ありませんから、今回だけは特別に見逃しますわ。失礼します。いきなり開けたら。あ、カナト君。ごめんカナト、僕たち背中を流しに来たんだけど。つもりはなくって。見ちゃったかも。お兄ちゃんたちどうかしたの？ごめんねかなとくん。言ってもらえるとありがたいです。それじゃあ改めて失礼します。うん、水着をつけているとはいえ一緒にお風呂に入るのは恥ずかしいよ。そんなに恥ずかしがらなくていいんじゃない？海外では男女が一緒に入るのって割と普通のことみたいだよ。そうなの？そういえば日本も江戸時代は婚約が普通だったって聞いたことがあったかも。そうだよね。カナ
ナとゆめみちゃんは小さい頃一緒にお風呂に入ったりしてた？確か最後に一緒に入ったのは幼稚園の頃だったよね。それなら恥ずかしがることないんじゃない？昔を思い出そうよ。あれから何年経ったと思ってるの？あの頃はかなとくんまだ小さかったし。おっと、当初の目的を忘れるところだった。今からかなとの背中を流してあげるよ。スズネも。それなら私も。あ、確かに。どうしようか、一人ずつ順番に流すことにする？じゃあ早い者勝ちということで、言い出した僕が背中を流すよ。スズネも背中半分洗ってあげる。背中はもういっぱいだよね。それなら私は両腕担当かな。あ、そっか、背中にこだわらなくてもいいのか。じゃあ僕は頭も洗ってあげるよ。スズネ、足も洗ってあげる。それじゃあ私は残りの全部を。ゆめみちゃん欲張り。ちなみに部屋割りはどうするおつもりですか？まさか神尾先輩も一緒ということはないですよね？え？かなとも一緒でいいんじゃないの？僕は構わないけど。ダメに決まってるでしょ！私たちは中学生なんですよ！でもこの後みんなで枕投げするでしょ？かなとだけ仲間外れにするのはかわいそうだよ。もちろん寝る部屋は別々だよ。そもそも一つの部屋にこの人数で寝るのは窮屈だし、せっかく全部の部屋が使い放題なんだから自由に使っていいよ。ただし枕投げをすると部屋にある備品が壊れる危険があるから禁止です。そっか。あゆむさん、そんなに枕投げがしたかったんですか？合宿に来たって感じがするし、なんか楽しそうじゃん。でも確かに物を壊したら大変だし、諦めるよ。わかりました、枕投げやりましょう。もし何か壊してしまったら私が責任を持って弁償いたします。弁償って。お願いします、私歩さんの寂しそうな顔は見たくないのです。まあ周囲に気をつけるならやってもいいけど。ありがとうございます。辻浦先輩ありがとうございます。ただし神尾先輩は枕投げが終わったら別の部屋に移動して寝てくださいね。歩さんが一緒にやりたいと言っているから仕方なくです。かなとくん、よかったね。スズネ、
枕投げやってみたかったから。嬉しい。よかったね、すずねちゃん。うん。実は私も枕投げってちょっとやってみたかったのよね。それじゃあみんな、枕を持って集合。チーム分けをして戦闘開始だよ。実は私もよく眠れなくて、布団の中でうとうとしてたらドアが開く音が聞こえて、廊下を見たらかなとくんの背中が見えたから追いかけてきちゃった。話すの久しぶりな気がするね。最近賑やかだから。ムマが現れるようになってからいろいろなことがあったよね。キララちゃんと出会ってドリーマーに変身して、なんだかずいぶん前のような気がする。私が変わったんだとしたら、それは変わらなきゃいけないって思ったからなのかも。キララちゃんに助けてもらって、いつまでも守られているだけじゃダメだって思ったから。あ、ごめんね。ミカドくんのこと思い出させちゃったよね。うん、わかるよ。私もキララちゃんのこと絶対に忘れない。ちゃんと心に刻んだまま前を向けるようになりたいの。それならかなとくんも十分強くなったよ。それにかなとくん、かなとくんは、かなとくんは強くなったし、それに、あのね、前よりもかっこよくなったと思うよ。私いつまでもかなとくんのそばにいたい。いてもいいかな。それじゃあ訓練を始めよう。まずは5キロくらい走ろうか。5キロ？それはさすがに厳しいんじゃないかな。すずねちゃんもいるんだし。え、そう？
普通なんだけど。5キロってどのくらい？誰かがギブアップしたらそこがゴールということで。うん、分かった。スズネちゃん、無理って思ったらすぐに言ってね。うん、頑張る。それじゃあ出発！ファイオーファイオー！ファイオー走る時の掛け声だよ。ファイオーファイオー、ファイオー。皆様頑張るのです。みんな飛べないから大変なのだ。こうやってみんなで走ると合宿っぽくて楽しいね。の敵じゃないよ。うん、みんな変身するよ。ゴーレムだけなのでしょうか。グリドールの気配は感じないのです。僕たち3人が揃ってるところに現れるなんてね。今すぐ倒して。わあ、な、何？地震？Thank you.
ちちゃった。カナトならきっと大丈夫。急いで助けに行こう。邪魔を。早くお兄ちゃんのところに行かないと。待ってね、カナト君。このゴーレムを倒したらすぐ行くから。先輩、歩さんがどこに行ったか知りませんか？朝起きたら部屋にいなくて、スマホも繋がらないんです。
です。風張さんならちょっと前に神尾くんたちとランニングに出かけたけど、1時間くらいで帰ってくるって言ってたかな。なるほど、ランニングですか。眠っている私を起こさなかったのはきっと歩さんの優しさだったのでしょうけれど、でも切ないですわ。すぐに追いかけます。歩さんたちがどのあたりを走っているかわかりませんか。それは聞かなかったよ。ランニングコースになりそうなのは2つくらいかな。そのコース両方教えていただけますか。そこまでしなくてもいいんじゃないかな。1時間くらいで帰ってくるんだし。お願いします。あ、わかった。でもその2つのルートってまるっきり反対方向だから両方探すのは難しいと思うよ。そうですか。ちなみに辻浦先輩、今って手が空いていますか。うん、朝ごはんの準備は終わってるけど。でしたら探すのを手伝っていただけませんか。歩さんを見つけたらすぐに連絡をいただきたいのです。よろしくお願いします。わかった。天野さんって不思議な子。風張さんとはどういう関係なんだろう。そこないと一緒にいるわけ。このバカゴーレムが勝手にどっか行っちゃっただけ。見つけるのに苦労しちゃった。まあでも結果オーライ。こいつを捕まえて帰ればベルにだってあんな大きな顔させなくて済むし。うん、私ってば天才。というわけでビッグゴーレムちゃん、そいつを捕まえちゃって。あれ、ちょっと聞いてんの。もしかしてまたおかしくなっちゃったわけ。バカなこと言ってんだよ。おい、このグズゴーレム、そいつをとっとと捕まえろ。うるせえぞクソガキが。ビッグゴーレムちゃんは私が作り上げた最高の殺戮マシーンなんだよ。で言うことを聞かせてやる。さあビッグゴーレムちゃん、早くそいつを捕まえちゃって。私自らカナトお兄ちゃん、やっと合流できた。ごめんね、ゴーレムを倒すのに手間取っちゃって。ってクリドール。あらら、全員集合しちゃった。
これはちょっと面倒な感じ。クリドール、カナト君から離れなさい。カナト君にもしものことがあったら絶対に許さないんだから。はいはい、ビッグゴーレムちゃんの言うこと全然聞いてくれないし、ここは退却して。え、なになに、今度は何なの、ビッグゴーレムちゃん。やっぱり山の方だったのかな。何？何の音だろう。向こうの方から。
ないクズゴーレムめ。仕方ない、今日のところはこれで撤退するよ。あ、逃げられる。待て、また逃げられた。でもみんな怪我はしてない。そっか、うん、それが一番だよね。ところでカナト君、一体どういうことなの？あのゴーレムが敵じゃないなんて言い出して。信じられないな、ゴーレムが助けてくれたなんて。ごめんなさい、カナトお兄ちゃん、鈴音にはわからない。カナト夢でも見てたんじゃないの？崖から落ちてしばらく気を失ってたとか。でも私は攻撃されたよ。やはりあなたは。なんだかすごく不思議な夢を見たような。あ、本当変な夢だったんだけど、七星さんたちが魔法少女みたいな姿で巨大な怪物と戦ってて。お、夢占いは専門じゃないけど、これって私の願望？は、さすがにないよね。知ってる？ううん、僕にもわからない。そっか、ちょっと心配だね。カナト君、あのゴーレムのことまだ気になってるの？ゴーレムは敵だよ。カナト君が襲われなかったのは運が良かっただけ。甘い考えは危険だよ、ミカド君だって。ムマは私たちの、うん、人類の敵なんだから。なくなるし、全然言うこと聞かないし、おまけに負けるし、ほんと役に立たないんだから。これは再挑戦を兼ねてお仕置きが必要ね。とっとと闇に染まりなさいな。
本当に使えないんだから。あいつを捕まえておけば、お前だってあいつが欲しいんだろ？ああ？はっ！このクズが。